はい、こんにちは。今日はですね、教えていただいた、なんかその方がテレビか中で見たから、ちょっと材料だけでちょっと分量わからないっていう、またいつもの失敗が結構多いパターンになってしまうんですけど、なんか、サバ味噌パスタっていうのを作ってみようと思います。では、今日はサバ味噌パスタ作ります。奥にあるのは、数日前作ったグラタンです。もうじいちゃんばあちゃんも食べてくれんから、俺食べるしかない。はい、サバ味噌パスタの具材。もちろんサバ味噌パスタなんで、ちょっと、向きが悪いな。ちょっと映り映えを考えてほしい、まあ、自分で置いたんですけど、はい、サバ味噌とオリーブオイル、奥のオリーブオイルとパスタと唐辛子こんなに使わないですよ、いっぱいありますけど、冷凍とニンニクを使うそうです。ではやっていきます。どれぐらいかな、からし、唐辛子、豚辛子、どっちですかね。どうでもいいんですけど、唐辛子とかいません？なんかこれ一個めっちゃ綺麗、この唐辛子、唐辛子めっちゃ綺麗。ちょっとこれを細かく輪切りみたいな、めっちゃ綺麗って思ったら反対向いたらなんか穴が開いてた、うん、こっちでやめとこう。あ、これめっちゃ綺麗。ここって捨てますよね、何部位でも。よし、じゃあこれを、あれ、これ唐辛子って中身って捨てるんでしたっけ。あら、種、はい、来た。多分一かけらとかですよね、多分。そんなにちっちゃくせんでもいいのかな、ニンニク。なんかちっちゃくしたらすぐ焦げそうな気がする。風味とかやね、多分。こんなんでええんちゃう。さっきパスタを湯がこうかなと思うので、これ何？パスタ、こう、蓋の上に蓋を。パスタどれぐらい？早腕、ファインファースト。早腕ファインファースト。おしゃれ、はい、よし、はい、OK、 強火、しまった、白胡椒がいる。すいません、塩胡椒もいるそうです。サバ缶って適当に買いました。この月下か花月かって、月花全然違うやん。月花って書いてます。サバ缶ってどのサバ缶がうまいよってあるんでしょうかね。国内で水揚げされた原料使用って書いてます。なんかこれ買いましたけど、沸いたな、多分沸いた。よし、はい、湯沸いたので塩小さじ2。うわ、飛んだ。ほい、これ入れていきます。ほい、こんな感じでしょうか、パッと。あー、これ押してなかった。はい、いきます、スタート。まさかの10秒前に止まってしまったんで、止めてしまいました。なんで実際のタイムと違いますけど、3、2、1、0。
どないやねん。汁を使うのでこう乗せてやね。でこれを熱々、汁もつ、あ、熱っ。お、熱っ、超熱い。大丈夫これ。熱っ。オリーブオイル、じいちゃん言うところのオリビュー。よし。うん、でもよく考えたらこの後煮るから一緒に炒めるから別にええんか。ええね。よし、オリーブオイルたっぷり。このフライパンでええんかな。ないか。オリーブオイルたっぷり。ち、弱火でええんかな。ニンニクから入れていきます。もう混ぜるのはやっぱり菜箸がいいんかな、どっちがいいかな。これでいいかな。お、ジュージューなってきた。よし、あー、ええ香りしてきた。唐辛子入れます。炒めていくと、このサバ味噌にみかんを崩しながら炒めると、崩しながら火を入れる。しまった、これニラもいるんや。これちょっと置いとこう。ニラ、嘘やろ。嘘やん。ニラどうする。ニラ、ちょっとニラ一束って出てきましたんで、これを一本じゃないですもんね。一束ってこんなんですよね、多分。嘘やん。ショック。はい、途中で気づきましたが、ニラ一束もいるそうです。ニラどうやって切るかな。はい。できますか。ニラどうやって切るんかな。あ、これ三つ葉にしておいて固めて切った方がええ。うん。よっしゃ。そしたら切りやすい。おお、なんか買ってしまったよ。びっくりした。これぐらい適当に。合わせて、そう。うん、そういったら刻みやるよ。はい。すごい。何か。適当に3分の1を持って切ったのに、ぴったり、ほぼぴったり揃ってる。すごいね。すごい。考えん。もう買わないかもしれない。ニラってこんなもんで切るんですね。あんまり細かく切ったらあれですね。よし。ニラ便利ですね。はい。どうぞ。別にテレビ見るのに断りはいらんと思いますけど。なんか普段俺が見るなって言ってるみたいな。サバ缶2缶入れてちょっと炒めると、崩しながらということです。で汁も使うと、で全部入れちゃいます。入れちゃいますって、この合ってるかどうか、多分合ってるはず。出てこないけど、どういうこと。おお、出てきた。はい、よし。おい、よいしょ。結構のこのサバ缶すごいな、がっつり。ちょっと火を入れなあかんねんな、これ多分。
ツグツしてきた。痛った痛った腰が腰が。はい、グツグツしてきたのでここでパスタを入れちゃいます。で、パスタをドーンと。固まっとるやん、固まっとるやん。嘘。やっぱりオリーブオイル入れるべきやったか。これどういうことこれ。どういうことやし。うん、馴染んできた。ほんでパスタ入れる、湯がき汁入れる、ニラ一束入れる、塩コショウ。なるほど、湯がき汁100、200いうことだよ。これ200入れますけど、だいたいこう100、200って書いてたりとか、だいたい多めの量入れます。僕当てるのか分かんないですけど。はい、では湯がき汁入れます。で、煮ていくと。パスタ入れる前に火止めるって書いてるんですけど、ちょっとわからんので今入れてますけど、いいんでしょうか。ニラ入れます。あら、わ、はい、すいません。ちょっと火止めます。あ、どうも。あ、はい。すいません、ビールとあの毎日飲んでる三原の甘酒10本来ました。ちょっともう一回取り出そう。すいません、僕のあの毎日のお薬というちょっとあの気分が良くなるお薬です。まあビールなんですけど、あと三原の甘酒毎日飲んでるんで来ました、免疫力高めるために。これ10本。いや、2じゃない、10。よし。あ、バタバタした。水。さて、ニラって混ぜるんかな、そもそも。これ振りかけるだけでいいんかな。それと、はい、最後塩コショウ。どれも、うわ、飛んでた。こんな感じでしょうかね。あ、これ結構ええ感じちゃいます。ちょっと盛り付けしていこう。こんな感じです。ええ感じできてます。こんな感じですかね。できました、サバ味噌パスタ。めっちゃ美味しそうですね。こんな感じでございます。美味しそうですよね。いやー、いただきます。いただきます。よし、ではでは、どうでしょう。これお味やいかに。では、はい、いただきます。すごい、もうほんと和のサラダっていう感じですけど、ニンニクと唐辛子が効いてるんで、ピリ辛で美味しいです。
ちょっとサバとに味噌も食べようかな。はい、サバとニラも一緒に食べます。うん、サバニがもともと缶詰として出来上がってるところでしっかり味付けもされてるんで美味しいですね。ニラの感じはあんまりせんけど、これあの和の感じでピリ辛ですけど結構幅広い年齢層の人に食べれるんじゃないでしょうかね。子供とかに向きではないかもしれない。ほんとちょっと大人向きの、ちょっと大人のパスタみたいな感じですね。すごい美味しいです、美味しいです、美味しいです。おしゃれ、ちょっと凝ったアレンジ。次はええか、よし、うん。サバも食べれるし、ニラも入ってるからこう体にもいいんじゃないでしょうかね。この美味しい。すごい和のパスタ、和と洋のコラボレーションみたいな。美味しくできましたか？うん、よかったね。だから前に来たらうつるって、こうあのサバニを、サバニとニラも入ってる。ニラはあんまり火通してないけど、ニラも入ってるけど、じいちゃんばあちゃんなんでも食べれるようなね、あの洋食っていうパスタじゃない、容器あるきね。はい、後で食べる。うん、洋食に入れてくれっていうの。鶏はあの何やるでしょうか、これ。何やるって何、あ、これあのな、キノコ凍ってきて、これ塩コショウで焼いてね。うん、あ、こうや。うん、あっさりしてええかも。やめてくれる、サトルジャパする。はい、美味しくいただきました。ちょっと次はもうイカスミパエリア、イカスミパスタをちょっと作ってみたいんですけど、イカスミってこうスーパーとかで売ってるんでしょうかね。普通にこう魚屋とか行かなあかんのか。まあちょっとあの料理見ながらちょっと作ってみます。まだこういうのを作ってみてくださいとか、なんかこうこれおすすめとか、簡単で美味しいとか、あのレシピあったら教えてもらえたら作っていきます。またありがとうございました。